愛知県道497号田原、豊橋自転車道線は、愛知県豊橋市東細谷町と田原市伊良子町を結ぶ一般県道であり、太平洋岸自転車道の一部として位置づけられる厚みサイクリングロードの愛称で呼ばれる自転車道である。田原市伊良子町。正面に伊良子ビューホテルを望む。田原市肘町付近。田原市堀切町付近。 厚み半島の自然に親しみながら、サイクリングや散歩などを楽しむために整備された、自転車と歩行者の専用道路である。1973年度に着手し、2020年度に完了の計画である。田原市内の伊良五町、腰四町小江戸町赤羽町、池尻の 19.6km 区間が、旧建設省と、 道の日実行委員会により制定された日本の道100線の一つに選定されている。サイクリングロードを使って地元ではトライアスロン、イラゴ大会などのイベントも実施されている。太平洋と三河湾との間に北半島と向かい合うように細長く突き出て伸びる東西約4 0トルの厚見半島の太平洋岸に自転車道はあり、海岸は 片浜十三里と呼ばれる直線の砂浜が続く。この地域は冬も温暖なところで温室、露地栽培が盛んで、中でも伝承菊の栽培が厚み半島の特色である。起点はイラゴ岬から始まり、岬周辺は海岸段丘になっている。イラゴ岬の灯台付近は古くから柿の元の人マロ、松尾芭蕉などの歌人、廃人によって歌われた。 景勝地であり、場所奥比などが立つ。東大から、日室の石門まで小石ヶ浜と呼ばれる約1キロメートルにわたる白浜があり、夏は浜湯などの海浜植物が花を咲かせる。海食によって作られた道門である日室の石門には、河極としても知られる島崎闘村のヤシの実の死比が立つ。日室の石門の東にイラゴフラワーパークがあり、 温暖な気候を生かして、亜熱帯植物や、球根ベゴニアなどが育てられている。ありがとうございます。